この時間はスペイン対スペイン、こちらをご覧いただきます。舞台はここカンプノウ、なんと10万近い収容人数を誇るカタルーニャ州バルセロナにあるヨーロッパ最高峰のスタジアムです。今日はナイトゲーム、現地の天気は晴れています。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、ご覧のようにゲームはすでに始まっております。スペイン対スペイン、このゲームは世界でも十分注目されているマッチ、いわゆる強豪同士の対決ということになります。今日のゲームは世界でも熱い注目を集めてますよね。こういった両チームベンチも含めて豪華ですからね。まあ人気ありますよね。さっきスタジアムの外でもものすごい盛り上がってましたからね。ロドリゴ、裏へのスルーパス、このボールはつながりません。さあ、コーナーキック、スペイン。このファーストハーフ最初のコーナーキックはスペイン。反応を見せました、デヘア。そうですね、難しいボールでしたけどもね。いや、よく止めましたね。この難しいボールによく触りました、デヘア。スペインは2本目のコーナー、シルバー、イスコ、イスコから左サイド裏を狙っていきます。チャンス抜けた、イスコに渡る、ルーズボールになる。長いボールを送ります。スルーパスを出す、ジョルディ・アルバ。少し出ましたね。ジエゴに渡る、スペイン。ここは大きくクリア。危険なシーンでした。ジョルディ・アルバ、スペイン。これは奪い返します。ゆるく狙ったボール、浮かせたボール、シュート。これは素晴らしい反応でした。いや、素晴らしいですよね。ファインセーブですよね。スペイン、なんとか今のシーンしのぎましたね。こんなチームが相手の時は、攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。この距離十分に狙い、直接狙った、速いボールで直接狙ってきましたが、ゴールにはなりません。デヘアからジエゴ・コスタ、少しルーズになる。緩いボール、イスコに渡る、クロスはディフレクション、コーナーキックになります。しかしチャンスは続きます。スペインは2本目のコーナーキック、アーチのようなパス、ジョルディ・アルバから緩いフィードボール、カウンターを仕掛けます。自分で行く、今狙いましたね。スルーパスを出す、あ、いい展開ですね。イアゴ・アスパスからクロスボール、ディフェンダー集中力いいでしょ。さあ、左へ預けて、もう一度中、さあここでカウンター、
コケ、ボールを下げてリズムを作るか、大きくサイドチェンジ、これをカットします。ここで出る、シルバ、ロングフィードで狙う、裏のスペースへ、大きく縦へ、さあカウンタースピードを上げたいところ、さあコーナーキック、スペイン、スペインは3本目のコーナーキック、強豪スペインから先にゴールを奪ってみせました。コーナーキックから頭でしっかり合わせてきました。いいシュートでしたね。焦らず落ち着いてしっかり頭で決めてきましたからね。さあスペイン先制1対0です。まあこのまま波に乗るのか逆に返されるのか、ミスターどこのワンプレーが意外と大事だったりとかしますからね。スローインをカット、これは読んでいました。アスピリクエタ、コケからのスルーパスをカットしました。ジョルディアルバー、裏を狙っていきます。アリ気味のクロス、フォローいいですね。アスピリクエタからこのフィードパスと、これはつながりません。スペインは3本目のコーナーになります。狙いしましたんですがヘディング決まりません。まあもらうまでにフリーだったと思うんですけども、しっかり寄せられてましたよね、体を。そうですね、まあ寄せられてなければ決めれたでしょうけどもね。スペインチャンスを迎えたシーンがありました。さあつながるか、クロス来た、ヘディング、いや今のは北澤さんファインセーブでしたね。いやよく止めましたね、ファインプレーですよね。前半最後のセットプレーになるのか、ここで前半が終了しました。前半から得点が動いています。さあまずは前半が終わりました。スペインとしては前半の半ばぐらいまではね、いい戦いをしてるなと思ったんですけどね、うん、そうですね、結局先制されてしまいましたね、はい、後半はまずしっかり守ってペースを握っていくことでしょうね、うん、なるほど。スペイン対スペイン、ではこの後も引き続き試合をお楽しみください。後半キックオフです。スペインとしては早めにペースを掴んでいくためにも、この立ち上がりをどう過ごすか重要になってきますよね、うん、裏のスペースを狙う、来た、シュート、これはディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。いい位置でフリーでしたからね、ここは決めておきたかったところでしたよね。スペースへ出す、渡ればチャンスですが、うまく噛み合いませんでした。裏へ届くか、ふわっとしたボール、いやこれよく止めましたね。いや今のは決められてもおかしくないですよね、ファインセーブですね。スペ
ペインは今のカウンターよくしのいだと言っていいんでしょうね。ゴールキーパーだけが準備していた感じですよね。あの形は作らせてはいけませんよね。スペインは5本目のコーナーキック、スペインここはクリアでピンチを出します。裏へのスルーパス、おー、いい形じゃないですか。足元狙う、クリア。このピンチをなんとか出します。仕掛けるか、シュート、キーパー追いついた。スペインここでスコアをフラットに。いいですね、この展開はファンも燃えますね。まさにディフェンダー間に見出したゴールへの軌道、正確に乗せてきました。キーパーからしてみれば非常に嫌なシュートでしょうね。ディフェンスの間から抜けてくるので一瞬反応遅れてしまうんですよね。スペイン同点に持ち込みました。ワールドクラスになってくるとスーパーゴールが見たいという期待反面、実際ビッグチャンスをそう簡単に作れませんからね、はい、両チームともここっていう時に決めてきてる結果なんですよね。スルーパス、フリーだ。危ない、あり気味のボール、来た、ミドル、まだある、すぐ上げる、これはうまいラインコントロールでした。スペインとしては後半立ち上がりに追いついたこのいい流れをね、どれだけ続けられるかですよね。この勢いで勝ち越したい、そういう強い気持ちが必要ですよね。スペインなかなか前にボールが運べません。ティアゴ、このボールをカットします。シルバー、裏のスペースへ、このパスを防ぎます。イースコックから長いボール縦へ、セルヒオラモス、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。コケ、今日の試合でアシストを記録しています。このボールはカットされます。ジョルディアルバー、コケ、スペイン、ここでファールをもらいます。さあカウンターを仕掛けます。ちょっとルーズになる、ここでファールがありました。セットプレーのチャンス、この距離は狙える距離でもありますし中に回すこともできる。直接、惜しいシュートです。
サイドのスペースへ走らせる。仕掛けるタイミングを図る。スペインは選手の交代を考える時間帯になってきましたが、ここまでまだ動きはありません。プレッシャー。さあコーナーキック、スペイン。スペインは今日6本目のコーナー。キーパー触る、上がる、素晴らしいパス。スペースへ出す。さあスペインボールです。中央へ、ミドル、デヘア。スペイン絶好のチャンス、ものにできません。いや緊迫した状況が続きますよね。最後まで目が離せませんね。今日のゲームは好セーブを見せました、デヘア。スペインは8本目のコーナーです。頭で来た、来た、勝ち越し、スペイン。ゲームをひっくり返します。コーナーから頭でしっかり決めました。焦らずにね、落ち着いたヘディングシュートで見事なゴールだったと思いますよ。さあスペイン、ここでリードを奪いました。スペインとしてはこの重要な場面でね、なんと言いますかモチベーションを保ち続けたというね、その結果が出ましたよね。キーパー助けられましたね。狙う、うわー、スペイン追加点。いやー素晴らしい。決定的なゴールになるのか。さあスペイン、これで2点差、リードを広げます。いやこのチームのポテンシャルですよね。もちろん流れもありますけども、こう見てるとチーム全体が流動的で選手間の意思疎通が取れてるなと思いますけどもね。スルーパスを出す。この位置でボールを受けます。おお、これいいですよ。上げてくる、どうだ。よくカバーしましたよ。裏を狙っていきます。ファーサイド、ゴールキックとなります。セルヒオ・ブスケツ、ロドリゴ、ロドリゴ上がっていく左サイド。さあつながるか。お、これいいですよ。ゴールに向かっていく。アスピリクエタから大きく縦打っていった。と外れたところでホイッスル、試合終了。3対1、スペイン逆転で試合に決着をつけました。勝利です。さあ試合が終わりました。スペインとしては後半に入ってからの逆転劇、これは見事でしたね。動きなんか見ていても前半とは全く違うチームに見えましたよ。本当サッカー楽しいなと思えるような試合でしたね。そうですね、ありがとうございます。さあ放送時間の方がそろそろ少なくなってきました。本日の解説は北澤豪さんでした。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。ありがとうございました。スペインが見事逆転勝利を収めています。